今年5月、県は感染対策を徹底している飲食店をサポートする新たな制度をスタートさせました。政府がワクチンによる行動制限緩和の方針を示す中、制度への期待が高まっていますが、認証に時間がかかるなど現場では混乱も起きています。やっぱりその感染対策をちゃんとやってるお店に行ってくださいっていうのは、受けた側からすればやっぱりそれは待ってましたっていうことなんですけども、机の上に置かれたアクリル板にアルコール消毒器、徹底した感染対策で静岡市にある日本料理店が認証を受けたのは、5月に県が始めた富士の国安全安心認証制度です。52項目の感染症対策を正しく実施すれば、規模に応じて最大30万円が支給され、ステッカーを掲示して安全安心な店を PR できます。しかしこの認証が思うように進んでいません。8月に入ってから一気にこれが申請が5000件6000件と急増しておりますので、やはり現場のチェックがですね、非常に項目がたくさんありますので、そういう意味では今マンパワーがですね、どうしても限られていると。申請が急増する背景にあるのは、政府が活用を検討しているワクチン・検査パッケージです。ワクチン接種が済んでいることや検査での陰性を証明すれば、緊急事態宣言の地域でも行動制限が緩和されるというこの政府案、恩恵を受けるためには富士の国安全安心認証制度が条件になるとみられます。このそば店も先月上旬に申請しましたが、もう一月くらいは経ちますね。未だ来ないんですけどね、なかなか来ないからちょっと待ち遠しいっていうかね、不安な点があります。認証に時間がかかるのは、52項目ある条件をきちんと守っているか、県の調査員が一点一点確認して回るからです。今ある人材で無理をしない形でその申し込みに応えて、一つでも二つでも富士の国安全安心認証制度を持つ店を増やしていくと、いうことを地道にやる以外ないと。申請は現在9000店を超えていますが、認証した店は1100件ほどにとどまっています。認証制度にのために換気扇からクーラー、あとはハンドスキップ、またはこういうね、検温器とかいろいろその他、かかりまして、固定費がかかって早く終わってほしい。認証制度で遠のいた客足を取り戻すことができるのか、飲食店には期待と不安が入り混じります。